私たちの日々の暮らしを支える社会インフラ。日本では高度経済成長期に社会インフラが集中的に整備され、その後の経済発展に大きく貢献してきました。しかし近年、社会インフラの急速な老朽化が進み、メンテナンスが喫緊の課題となっています。ショーボンドグループは1958年の創業以来、メンテナンス市場のパイオニアとして全国のさまざまな社会インフラのメンテナンスに携わってきました。建設会社としての設計・施工を軸に、調査・診断・材料・工法の開発・製造・販売までトータルでカバーしています。ショーボンドグループは独自の研究施設を有し、60年以上にわたり土木技術と化学技術を融合した補修工学という専門領域を創生。メンテナンス市場のニーズを的確に捉え、日々材料や工法の開発に取り組んでいます。世界各地での社会インフラの老朽化、異常気象、地震災害によりメンテナンスへの関心が高まっている今、日本の多様な気候帯と頻発する地震災害で培われてきたショーボンドグループのメンテナンス技術は海外でも注目され始めています。社会インフラを良好な状態で次世代に引き継ぐこと、それが私たちの使命です。メンテナンス市場のリーディングカンパニーとして培ってきた豊富な経験と優れた技術力を持って、持続可能な社会を実現すべく、ショーボンドグループはこれからも挑戦し続けていきます。